エクソンモービルモービルモービルワンモービル1は、エクソンモービルが販売している、化学合成高性能エンジンオイルである、化学合成エンジンオイルの代名詞とも言える商品。1977年から途中中断はあるものの、約10年近くに渡りオンエアされた、マイナス40度の世界では、バナナで釘が打てます。新鮮なバラも、ほら、この通り。 こちらは普通の高級オイルというテレビ CM で一躍有名になった。1960年代頃、極寒の下で使用される航空母艦から初着艦する軍用機のベアリングを守るために開発された化学合成グリースがルーツである。1974年にモービル1の名で一般発売され、その後スーパーシンの配合により高い油膜強度を保つオイルとして、 世界中で愛用されている。現在、日本で正規ルートにより販売されているモービルワンは、再規格による粘土と用途別に以下のラインナップになっている。以上の四輪車向けガソリンディーゼルエンジン共用8種類がある。一時期、モーターサイクル用として、レーシング 4T15W-50.10、W-40 の2種類があった。 二輪専用モービル1が販売される以前は二輪車向けとしてでターボを推奨していた。四輪車向け SN 企画介護二輪車向けの正規品は廃止されている。モービル1は販売国によって処方が異なり、日本で正規販売されているモービル1シリーズは神奈川県にあるエクソンモービル有限会社の鶴見潤化油製造所でブレンドされていたが2011年4月、 SN 企画品に切り替わるのを契機に、アメリカ本国生産品になった。2012年にエクソンモビル有限会社は日本から撤退し、EMG マーケティング合同会社が輸入、販売していたが、2017年1月の九州合併に伴い、当年ゼネラル石油、さらに同年4月の合併に伴い、ネオエスコ会社として設立された EMG、ルブリカンツの販売となった。 サービスステーションのエネオスブランドへの統合に伴い2018年10月より従前よりエネオスブランドであったサービスステーションにおいても取り扱いを開始しエネオスブランドのオイルとの併売となっている以下は2011年の4月に切り替わった SN 規格製品の適合規格である上記では省略しているがすべて API CF 規格相当品である API では CF 規格が廃盤となり正式表記できないため相当表記となっている。なお、SM 規格品も2010年10月より同様の表記となっていた。以上国内製機品。なお、モービル1はトヨタ、ダイハツ、ホンダの補修用部品として準々性指定にもなっている。以下に 0W-40 のデータの詳細を示す。ありがとうございます。